おはようございます。おはようございます。達也です。あやです。絶景朝食バンフでやってまいりました、はい、ちょうど日が差してきたね。めっちゃいいじゃん。いいじゃない。ちょっと明るすぎちゃうかな、うん、大丈夫かな。今日はホワイトバークカフェ、はい、私たちのお気に入りだね。一押しの、うん、もうコーヒーが一番美味しいということでここに来ております。というわけで今日は山火事について喋って、はい、お話しましょう。いきましょう。まずドリンクとかの紹介からいくか、うん、これ何にしてもらった？ラテです。オートミルクのラテ、うん、ないのは私はフラットワイトです。フラットワイホワイトのアーモンド。アーモンド。じゃあ乾杯。乾杯、うん、あ美味しい。美味しい。ここのコーヒー美味しいね。間違いないですね。あいいな、うん、好みにもよるんだろうけどね。そりゃもちろんよりますよ、うん、でテーブルの上はなかなか豪華です。まず一発目キッシュ、フリタータ上にチーズが乗ってる、ね、中にベーコン入ってます。美味しそう。彩りがいいね。付け合わせにキヌアサラダ、うん、ソースはマンゴーチャツネだそうです。えいでこれ、ビーガンマッシュルームロールです。キヌアとマッシュルームが中に入ってるみたい。美味しそう。チーズケーキ、これ初めて見たんだけど、バスクチーズケーキ。あらバスクで、ホームメイドだそうです。あそうなんだ。でラズベリーソースと、バスクは行ったね、スペイン巡礼で、うんうん、でこれがスピナッチが入ってる、なんかなんかペーストリー。なるほど、はい、随分と豪華な食卓になってますね。マンゴーチャツでこれマンゴーチャツでこれだった。なんでか私こっちにマンゴーチャツでかかってるのと思って。あ、まあいいんじゃない。まあいや、うん、すいません。というわけで山火事なんですけど、テーブルの上も映ってるかもしれないけど、うん、もう灰が降ってます。バンフの街でも、うん、一番近いところでも100キロ、200キロぐらい離れてると思うんだけどね。なでも山火事シーズン真っ只中ですよ。そうですね、もうこの時期はねえ、まあ、食べながら話すか。でも日本でどれだけニュースになってるか分かんないんですけど、このチャンネル見ていただいてる方はご存知だと思いますけど、うん、ジャスパーの街が、ね、バンフの、まあ、隣町っちゃ隣町か、300キロ離れたところにね、うん、ある町なんですけど、同じくカナディアンロッキーの観光の拠点ですよ、はい、バンフかジャスパーかみたいな。そのジャスパーの町が山火事に襲われまして、そうで本当に昨日の夜の話だね。昨日そうだよね、うん、なんかもうニュースでいっぱい入ってきて、そうそうそう、でいくつかホテルが燃えてるなんてニュースになってましたけど、で一晩明けてさっき朝、うん、ニュース見たらもう町がなくなってました。俺ほんとついさっき見た動画なんだけど、であの X にもリツイートであげたんだけど、これわなんだろう、言い方悪いけど燃え殻しか残ってない。本当にこれがジャスパーかって信じられないぐらいの、ね、動画が上がってます。多分この動画を編集して出す頃にはもうちょっとねニュース上がってくると思うけど、うん、ねえ、あのジャスパーはね、私たちも何回も行ってる、うん、数えきれないぐらい、仕事でもプライベートでも行ったし、うん、動画も出したしね、前ね、動画出したもんね。だからそうだよね、あの泊まったもんね。そう、B&B 素敵なところにも泊まらせてもらって、ね、で多分ねご覧になってる視聴者の方の中にも行ったことがある人は珍しくないと思いますけど、うん、まだ被害の全容ははっきりしてません、うん、もう昨日の夜の時点でファイヤーファイター、消防士も必要最小限を残して避難するっていうぐらい火の勢いが強かったみたい。そうなんだ。その必要最小限っていうのはその個人宅とかホテルではなくて、うん、その水汲み上げるポンプとか、あと排水場とか、あとコミュニティホールとか、本当に町の、そう、公共の一番町の根本になるような施設、うん、例えば町役場とかだよね。それがないと町として機能しないような施設を守るために人を残したけど、もう要はそれ以外は火の勢いが強すぎて、まあ、もちろん消火活動してる人もその人の命が第一優先だから、まあね、うん、だからそれ以外残して避難するっていうぐらい火の勢いが強かったみたいですね、うん、本当にもう言葉にならない。そうだね。この動画を撮ってる今日7月25日の朝、今日今9時10時ぐらいの時点では10時だね、まだ何も支援の動きとか出てないんですけど、民間の方ではね、もう軍も動き出してるし、カナダの連邦政府の方も動き出しているんだけど、ただもう燃えてしまったものは戻らないから。そうだね、だから
引き続きアップデートはします、うん、でおそらくその募金活動とかいう話も出てくると思うんで、ぜひぜひこの動画を見た皆さんはできる限り次の動画とかねリンクも貼ろうと思うので、うん、そういう活動に参加していただけるとすごく嬉しいです、うん、僕たちも、ね、うん、少なからず、ね、力になれればいいなと思って、うん、何かしらのアクションを動かしたいと思います。いや辛いね。いや辛い。別に、ね、自分の何かが燃えたとかそういうわけでもないけど、まあ、そうなんだよね。でもね、あのやっぱり私たちも思い入れのある場所だから、そう、観光できてる人ももちろんそうなんだけど、バンフとジャスパーっていうのはかなり個人の間もしくはビジネスの間でもつながりが深い街で、そうだよね、やっぱりこのジャスパーとバンフを拠点にして観光してる多い、うん、人も多いから、会社がそれぞれに拠点を持ってたりとか、そう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 、あとはバンフにもジャスパーにも住んだことがあるみたいな、うん、いう人も全く珍しくないし、日常で行き来してる人もいるから、うん、だからやっぱりそれぞれがそれぞれ思い入れが ね思い入れがある、そうジャスパーにはあるから、うん、いや結構ショックだよね。ショックは大きいね、うん、まあ、本当に自然災害だから、まあ、もう本当にそうなかなかね日本にいると、まあ、もちろん日本でも山火事って起こると思うんですけど、うん、言い方難しいな。でも全然次元が違って、このカナダアルバータの山火事ってすっごい燃えるんですよ。そうだよね、うん、あのね、うん、もう火山が噴火したんじゃないかってぐらい煙が上がります。ものすごい巨大な雲というか煙の柱がね、煙がね、うん、なんですぐ消し止めないのだとか、もうちょっと前もっていう予想できないのってもちろん思われると思うんですよ。それも理解できるんですけど、火の回りがすごく速くてっていうのも風が強いし、あと基本的にこの辺り乾燥してるとこなので、例えば日中の湿度が 20% 切ることも珍しくないですよ、うん、夏場、まあ、そうするとそうだよね、うん、余計にこう火の回りがっていうか、そう、うん、でこの辺り生えてる針葉樹はね、あの油分がすごい多いんでよく燃えるんですよ、乾燥してると。そもそもね、だからそういういろんな要因が相まって、一度火がつくと消すのはかなり難しい。だから避難命令が出たのが夜の9時過ぎだったかな、うん、2日前の。だからそこからもう住民が確か4700人だったかな、ジャスパー。それプラス観光で泊まってた人たち、一応避難したってことだよね、もう夜通しで避難した、うん、計何人だったか、2万5000人とかだったかな、あ、観光客、観光客も全員含めて従業員とかもね、が BC なりアルバータなりに避難地理になって、うん、で今各地で援助センターっていうのかな、うん、支援センターが開設されて、まあ、とりあえず落ち着けるようにという支援が行われてます。まあ、ただもう家を失った人も相当数いると思うから、まあ、いると思うから、うん、バンフのコミュニティとしてもね、その何かしら支援の輪が立ち上がることになると思う。もうすでにあのバンフアベニューブリューイング、うん、あそこは支援を発表してて、そうだね、そのジャスパーから避難してきた人はもう半額で全てのものを提供しますっていう、うん、だからこれからもそういう動きが企業が、うん、多分企業なりレストランなり、率先して出てくると思うから、ね、そういう動きが早いのはこの北米カナダのいいところだよね、うん、この身近な街で起こったのは初めてか。初めてだね。初めてだよね、うん、すごい煙臭い、待ってますね、うんうん、ホワイトワーク美味しいね、うん、人気の理由が分かるわ。今日実はあのさっきバンフの街歩いてきて、この後動画も載せるんですけど、うん、ここほど混んでるカフェはなかった。ここがダントツで混んでる。混んでるね、本当に。ホテル街に近いからってのもあると思うけど、うん、なんかここ来たらびっくりしたもんね。びっくりした。それまでバンフの街ってほとんど人いなかったのにさ、全然人いなかったのに、なんかここに来たら並んでるほぼ満席なんだから、うん、えーって思って、そう、なんとか席確保できたけど、このサラダ美味しい、キノアサラダ、うん、うん、なんか色も豊富で良かった、うん、チャラさんこのアルグラ食べたけどなんかいいね、うん、苦味がちょっとね、肌寒いです今日。涼しい、うん、ただこの気温が下がるのもね、山火事が消火されるにはいいことだから、いい、大事だよね、うん、で待望の雨も降ってきたので、うん、さっきねまたパラッと来たけど、うん、サーッと来たけど、うん、北の方では結構降ってるみたい。あ、本当？もうレイクルイーツとかあっちの方は、うん、本当に良かった。良かった、うんうん、いや美味しい。ちなみにこれ全部でいくらだった？47ドル。あ、そんなにいいか、うん、この間先週ね、キャンモア絶景朝食して、う
エクリプスか、うん、であの4点で確か40ドルだったから、うん、そうだよね、うん、美味しいコーヒーも飲めていいじゃないか、いいよね、うんうん、じゃあちょっとバンフの街の様子もご覧ください。はい、オレンジね、はい、すごいですね、もう山火事の影響を受けまくり、もうすごい舞ってるもんね、さっきそう見えるかな、多分カメラにはほとんど映んないと思うんだけど、もう灰が舞ってます、うん、非常に焦げ臭い、焦げ臭いというか煙臭い、昨日の夜からもう臭かったんだよね。そうなんだよね、昨日の日中はね別にというかむしろ晴れ渡ってきて、あ久々に青空がとかなんか言ってたんだけど、 それからもう数時間でもう山も全く見えんぐらいにね、見えなかった、昨日は見えなかったね、うん、夜も見えなかったし、だからまあ匂いはね動画では伝わらないから想像にお任せするしかないんですけど、うん、本当に木燃やした時の匂いだよね、はい、もうそのままの匂いです、うん、言うて火元までは多分200キロとか離れてるんだけど、それでもね来るんですよ、だからもう目が かゆいし、そう、我々ちょっとアレルギー持ちというかね、そんな感じなので、うん、俺もすごく目がかゆい、まあでもそれでも観光客の人はちらほら通るね、うん、皆さん朝マックをしてらっしゃいますよ、果たしてここに朝マックという概念があるかどうかは別として、でもやっぱ朝は少ないね、さすがに、ねえさすがに静かだ、うん、今バンフアベニューど真ん中歩いてますけど、人がまばらにしかいないね、なのでちょっと今ね、あの景観的には残念な、そうだね、カスケードもだいぶ霞んでるね、まあ、これがクリアな時のね動画は皆さんも何回も見てもらってると思いますけど、もちろんあの山は霞むことないからね、クリアな日はね、そうただまあ今日は輪郭が見えるかなって程度でしっかり霞んじゃってます、やっぱり 雨が降るのを待つしかないと、そうだね、まあ、幸いにも今日やっそうやって雨予報なんだよね今日ね、らしいね、うん、だからこの今分厚い雲、これ多分観光できてる皆さんはね、ああ曇っちゃったって思うかもしれないですけど、この住民からするとやっとだよね、やっと、本当にやっと雨が降るってすごい嬉しいもん、何週間ぶりや、もし雨が、あーからん、多分1ヶ月近いと思うよ、1ヶ月ぶりくらいか、うん、7月頭とか6月末ぐらいに天気が悪かった記憶があるから、それ以来でしょう、もしちゃんと降るとすればね、今のとこまだパラッときたぐらいだけど、そう、あとは気温が下がったのが大きいね、気温下がった、昨日までね30度とか言ってたけど、今日は予想最高気温が17度だから、ちょっと肌寒いぐらい、そうだね、うん、そんなこんなでバンフももう、はい、もうバンフアフェに終わりかけだけど、終わりかけ、すげえ灰が舞ってるもん、舞ってるね、今わかるわ、今わかる、うん、白いのが、うん、白いのがふわふわとね、動画にどんだけ映ってるかわからんけど、というわけでちょっと暗い話にはなってしまいましたけども、ね、怒っていることは間違いないので、なのでできる限りね支援の輪を広げていきたいと思います。うん、この動画の説明欄、いや違うな、おそらく次の動画もしくは次の動画で物事がはっきり次第またアップデートしていくので、うん、はい、もしくはあの X ね、旧 Twitter でもアップデートしていくので、そこらあたりから日本にいる皆さんもこの応援していただけると嬉しいです。僕たちじゃなくて、ね、ジャスパーのコミュニティがなんとか、そうだね、うん、多分立ち直りにはすごい時間かかると思いますけど、時間かかるだ、一言ではないなっていうのもあるんで、本当、はい、ちょっと暗くなってしまいましたが、はい、はい、本日の絶景朝食は以上でございます。美味しかったね、ホワイトバーク、ありがとうございました。やっぱりここはバンフの1位おすすめね、私スタバじゃないかな、スタバではないです、おすすめは、はい、私たちのおすすめはここです、そうだね、ホワイトバーク、はい、ぜひぜひ来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おいしょ。おいしょ。もう泣きそう、本当にもうね、煙の影響かわからんけど、目もしょぼしょぼするし、鼻水も出ますよ、涙がわからん、さっきからずっとそう、ね、泣きそうです、そう